ダビドルネ・ジェームス・ド・ロチルド・ダンシャクは、フランスの銀行家、貴族、パリ・ロチルド家着流の第5代当主、デビアス監査役会員。1942年12月15日、パリ・ロチルド家の着流ギード・ロチルド・ダンシャクとその戦災、アリックスの間の長男として、アメリカ・ニューヨークに生まれる。当時、古国フランスは、北部が、ドイツ軍、南部が、 微斯政府の統治下に置かれ、反ユダヤ主義政策が執行されていたため、ロチルド家はアメリカに亡命中だった。父母は反ユダヤ主義に対する挑戦的な意味から息子に、ヘブライ人の名前、ダビドの名を与えた。戦時中、チチギーは自由フランス軍に従軍して、イギリスには立ったが、赤子のダビドは、母アリックスと共に、ニューヨークに滞在し続けた。 パリ解放後の1945年に母に連れられてパリへ帰国した。1956年に父ギーは母と離婚してマリー・エレーヌと再婚。1957年にはイボテエド・アールが生まれた。しかしギーが過ごしてきたパリとルーの邸宅はダビドとアリックスに与えられている。1966年にパリ政治学院を卒業した。 ジョルジュ・ポンピドゥが大統領をしていた時期には、ポーランド出身のハウンドス・チャイルド思想の者によって、邸宅を占拠され、人質にされる事件にあったが、父ギーが2億フランの身の白金をかき集めて現場に乗り込んで犯人と交渉にあたり、息子の解放にこぎつけた。代わりに、ギーが人質となったが、彼は犯人をうまく、外へ誘導し、フランス警察が犯人を、雇用にした。 1981年5月に社会党党首フランソワ・ミッテランが大統領に当選。ミッテランは国有化政策を推し進め、ロチルド銀行も国有化されてヨーロッパ銀行と改名された。しかし、ミッテランの一連の社会主義政策はフランス国家の経済力を大幅に超える膨大な支出を要したため、インフレーションと貿易赤字、フラン暴落をもたらした。 ヨーロッパ銀行も急速に財政悪化した。ロチルドの名前の信用を失ったことで顧客がどんどん離れたのである。結局ミッテランはわずか2年にして路線修正を迫られ自由主義路線に復帰した。これを受けてギーとダビドは1984年7月にパリオルレアン銀行を作り直し、その頭取にはダビドが就任した。ロチルドの名前で再建したかったが、 ミッテラン政権に禁止されたのでこの名前になったという。1986年の議会総選挙で社会党が敗れ、シラクの保守内閣が発足すると国有化された財産の一部がロチルド家に返還され、また銀行にロチルドの名前を復活させることも認められ、パリオルレアン銀行をロチルド会社銀行と改名した。同銀行はダビドとその補佐役のイボテ エドワールの指導の下再び成功を収めた。2003年には、ロンドン・ロス・チャイルド家の NM ・ロス・チャイルド・サンズとの連携を深め、両銀行を統合したロス・チャイルド・コンティニュエーション、ホールディングスを創設し、ダビドがその頭取りに就任した。2013年には、世界ユダヤ人会議の理事長に選出されている。2016年6月、 ボンクマーチンモールを2.4億ユーロで買収した。伝統ある銀行家の家計に生まれて重圧に押しつぶされそうなことはないかというインタビューでの質問に対して決してそんなことはない。私は伝統の重みだけで生きているわけではないのだから。朝起きるたびに自分は大変な一族の一員で歴史の重荷を背負って生きているなんて思うだろうか。 そんなナルシシズムは私には遠慮い感覚である。私にとって大事なことはみんなと一緒に働いているのだという気持ちだと語っている。1974年にオリンピア・アルドブランディーニと結婚し、彼女との間に以下の4個を設ける。ありがとうございます。